関智和は、日本の声優、舞台俳優、歌手、漫画原作者、東京都江東区深川出身、アトミックモンキー名誉会長、同社所属、劇団ヘロヘロ、キューカムパニー座長、日本芸術専門学校特別講師。子供の頃、舞台や映画を見る機会が多く、役者になりたいという思いを持っていた。しかし、自身は、 顔出しの芸能人にはなれないと考えた結果、声優になろうと思い立った。高校時代に普通高校に入学したが、それだけでは物足りないと考えて、かつた声優学院や廃墟ボイスアクターズスタジオといった養成所にも通っていた。声優デビュー作は、海外アニメ、レポーター、ブルースの農夫役の吹き替えである。1993年、 機動戦士 V ガンダムのトマーシュマサリク役が初レギュラーとなる。デビュー期から2000年までは東京俳優生活共同組合に所属していたが、現事務所の設立と同時に移籍した。2004年、二人はプリキュアの光の園の選ばれし勇者メップル役に抜擢され、以降プリキュアシリーズにてパートナー妖精として本名洋子演じるキュアブラックことび、 僕なぎさを専属でサポートする。その翌年の2005年に全面リニューアルされたドラえもんにて、肝付金田に代わり骨川すねお役に抜擢される。リニューアル前のドラえもん映画作品には二度脇役で出演した経験があり、その後肝付とは数回にわたって共演した。2017年1月9日、テレビ朝日にて放映された人気声優200人が本気で選んだ。 声優総選挙。3時間 SP で第5位に選ばれる。少年役から青年役まで様々な役をこなすほか、機動部東電 G ガンダムのドモンカッシュをはじめ、数々のヒーロー役を担当している。多くのヒーロー者における、おたけび、叫び声や、高音と低音を聞かせた演技もできるなど、シリアスからギャグまで役を網羅している。2000年代は映画。 犬やっしゃ時代を超える思いの目ーマル以降、悪役を演じる機会も多くなっている。ナレーションとしての活動もあり、アニメートの兄、沢名東では声だけでなく、本人が兄沢の衣装をコスプレして顔出し出演したこともある。吹き替えでは、茶手表を持ち役としている。また、スーパー戦隊シリーズなどの特撮作品においては、噛高い声を使った、 軽妙な悪役や冷酷な野心家を演じる機会が多い。共演作品では、往年のヒーロー役を代演することも多いほか、ネット版仮面ライダースーパー戦隊宇宙刑事、スーパーヒーロー対戦オツ、ヘロー、知恵袋あなたのお悩み解決します。スーパーヒーロー対戦 GP 仮面ライダー3号では、死去したナヤゴローから、ショッカー狩猟役を引き継いでいる。 ショッカー狩猟を演じる際には、ナヤの性質に近づけた声色を出している。また、エアポート75のブルーレイ発売時にはナヤが、長年専属で吹き替えを担当してきた、チャールトン・ヘストンの追加収録も担当した。小安武人とはプライベートでも親交があり、彼と作ったコント CD、VS、VS2 では、共演した、頭文字 D、キャプテン翼の、 パロディコントを披露している。また、共にテレビアニメ、バイスクロイツの声優たちと、バイスというユニットも組んでいた。声優業の傍ら舞台も、精力的にこなし、劇団、ヘロヘロ、キューカムパニーの座長も務めている。また、山口勝平、高木渡るとの三人芝居のユニット、三人の会の活動も行っている。2000年までは、岩永哲也と、 王子とおつむのイベントを開催しており、それ以降もドラマ CD、カフェ吉祥寺で、にて共演している。2014年には、ライブ公演、ウルトラマンレジェンドステージの演出と脚本を担当している。2014年4月30日には、イベントで共演した、落語家の立川白野に、弟子入りした。演じる際には、口調や話し方を考えて、声色は特に考えず演じているが、 スネオやメップルのような大人の声がそぐわない役の場合などはやむを得ず声を作らざるを得ないとのこと。大学には推薦入学で入学するも自らの意思によるものではなかったため入学式に行ったきりそのまま中退した。廃墟時代から現在に至るまで同じ事務所に所属している長沢美希とは19歳頃から4年ほど交際があったものの破局、現在では され縁的な親友関係である当初は自動車運転免許を持っていなかったが、頭文字 D の高橋圭介を演じたことを機に、触発されて運転免許を取得した。自身の出演作以外のアニメは、この役は自分がやりたかった。自分ならこうするなど、出演声優と自分の演技を比べて色々と考えてしまうためあまり見ない、とインタビューに回答している時代も多々あったが、 2010年以降の雑誌インタビューでは、脇役の研究のために、アニメが見られるときは、アニメ鑑賞しているという回答が多くなっている。喫煙者である。取材する劇団ヘロヘロ、旧カムパニーでは、関自身が脚本を書くこともあるほか、同劇団の定期公演以外にも、他劇団の客演をすることもある。また、横溝正史作品である、 金大地公介シリーズの演劇版に取り組んでおり、これまでに八つ墓村、悪魔が来たりて笛を吹く、極門島、犬神家の一族を舞台化、関自身も金大地公介を演じている。目標とするしている人物として、俳優、声優の山地和弘を挙げており、山地の演技について、関は、山地さんは演技をしている時に呼吸が止まらない。 呼吸を止めずに演技をするというのは高度な技。息をするようにお芝居されている。あの息に行きたい。と述べている。もともとスネオのファンだった関だが、リニューアル版、ドラえもんのオーディションは、当初スネオ役ではなく、ドラえもん役で参加オファーが届いていた。関自身も、さすがに、ドラえもん役は無理だろうと思いつつ一応オーディションに、臨んだが、落選。後日行われた。 スネオのオーディションに参加し、内定した。また、スネオの声以外にも次回予告やスペシャル、ドラえもん映画の予告編などにおける、ナレーション、加えて、ミニコーナー、スネオとシュゲオも担当している。関は、リニューアル版以前にも、ドラえもん映画作品で、スネオに、関係のあるいくつかのキャラクターの声を演じている。映画、おばあちゃんの思い出にてスネオの幼少時代、 大山信よら声優陣による最後の映画作品、のび太のワンニャン時空伝にて、のび太たちとタイになる犬のグループのうち、スネオの位置にあたるダックスフントのダクなどの声を演じた経験があり、今回の抜擢にあたっては、スネオ役向けに新しい声を開発し、一人称にボクちゃんを用いり、関が演じた既存のキャラクターと被らない演技を見せている。全スネオ役の気持ちとは、 キャスト交代以前から、超力戦隊オーレンジャーや、萌えろ、ロボコンなどで共演しているほか、関がパーソナリティを務める、ともかず、ミキのラジオビッグ版の公開放送で、ゲストに招かれるほどの親しい関係で、関とも縁の深い山口勝平の所属劇団、劇団21世紀ホックスも主催している。そして2011年放送の、お願いランキング。 ゴールドのヤング声優とアダルト声優が交互に期待する、尊敬する声優トップ20で肝付きが VTR 出演した際にスタジオにいた席に新しいスネオについて語り彼はすごいと思いますよと席に対し初めてスネオというキャラクターについて語った。また2016年10月20日に肝付きが成居したことが10月24日に公表された際席は 自身のツイッターで尊敬する先輩が旅立たれました。役を継がせていただいたあの時、温かい言葉で背中を押してくださいました。以来、僕の背中に指先だけでも触れられるよう大きな目標になっています。肝月さんお疲れ様でした。と先輩の死を悼んだ。の、ダメカンタービレでは、天才指揮者、千秋真一を演じている。 2007年から2010年にかけて3回アニメ化されており、千秋の成長を通して演じていることから、関自身が声優になるまでの過程とプロになってからの自分を重ね合わせながら演じたという。アニメ化以前にドラマ化もされており知名度の高い作品であったため、オーディションで関が千秋新一役に決まったと周りに告げたところ関の それまでのイメージと違ったため少し冷たい反応をされたという。そのため、アフレコでは、千秋像を探りながらビクビクしながら演じたという。千秋の役どころが2枚目で、さらに天才指揮者であることから、フランス語で話すシーン、指揮をするシーン、鼻歌を歌うシーンなど多くのことに気を使ったという。そのため、フランス語の指導を受けたこと、自宅の鏡の前で鉛筆を持って、 式の練習を実際にしてみたという。アフレコ現場でのエピソードとしては、野田恵役の声優、川澄彩子が音楽大学出身であることから、作品の中とは反対に、アフレコ現場では千秋が野田メに音楽を教えてもらう、逆転現象が起こっていた。太とはメインキャラクター。ドラマ CD 出演作品の一覧担当俳優映画、ドラマアニメはインターネット配信。 著書漫画原作、ありがとうございます。